生きてるなら必ず見つける。はい、皆さんこんばんは。デイズゴン続きやっていきます。クール隊いますか？誰か応答。応答がない。クソ、もう一度だ。さあ、山を登ってきたらいきなり通信が。どうもクマに襲われてますね。2人の兵士がで、1人はもう足を引きちぎられてますね。そしてあのクマ、感染したクマ、レイジャーですね。うんと強いやつだ、これ。やべえな。どうやって戦うか。レイジャーを倒しましょう。やられた。やば、こっち見られた。よし、そいつよし、やばそう。やばい、いるぞ。あ、しまった。レイジャーさん、やれ。遠いか。いや、効いてる。硬い。気をつけろ、あれはやばいぞ。いや、知ってるよ。よし、くわ。やれ。もう一発リロードして。ごめん、死ねえ。よし、やりました。すげえ。あんなの初めてか。あんたがいなかったらどうなってたか。わかった、落ち着けて。もう死んだ、大丈夫だ。救世主だ。まったくだ。グレン・ラッセルだ。こっちはマニンズ二等兵。まあ、いや、ディーゴン・セント・ジョンだ。二等兵って言ったか。ああ、俺たちは弟子撃軍民兵だ。あんたもしかして山を越えてきたのか。いや、俺はただの流れ者だ。シルバーレイクの東のソルトフラッツから来た。ここまで何しに来たんだよ。97号線を越えたのか。おいおいおい、何やってんだ。え、命の恩人なんだぞ。大佐に言われてるだろ、領土に入ってくるやつは警戒しろって。とにかく今その話はいいだろ。後で大尉に任せればいい。分かった。レイジャーを殺してくれたんだぞ。来てくれ、ダイヤモンドレイクにキャンプがある。飯を出すよ、せめてもの礼だ。ああ、いいなそれ。フローレスはどうするんだ。じゃあここで待ってろ、燃料を持ってくる。ダメだ。いいから、待ってるんだ。あいつの弾もあるだろう、大丈夫だ。いいな。これが噂の民兵ですね。民兵たちがここを仕切ってるって話でしたけど、どうやこいつらみたいですね。俺から離れるなよ。最近この辺りで野党が問題を起こしてる。見つかったら面倒だぞ。ああ、わかった。それで弟子撃つ軍の民兵って。俺は食ってくために従ってる。何を言われても敬礼して了解と返すだけだ。規模はどのくらいだ。このキャンプか、100人強ってとこかな。正確にはわからないが、本部の方はもっと多い。そうか。で、女は。それが目的か。諦めるんだな。大佐が禁止している。その異性、異性交友。そう、それ仕事をこなして命令に従えば何も言われない。男も女もない。それが大佐だ。違う、その1年ほど前に一緒だった奴らを探してて、その中の一人が女なんだ。シルバーレイクからこっちの方に来てネロの難民キャンプにいた可能性があるようなんだ。なんだって。おいおい、シルバーレイクはとっくに壊滅した。いや、まあ外にいると時間の感覚もおかしくなるだろう。とにかく心当たりはないか。お前たちのところに難民キャンプの生き残りとか来てたりはしないか。さあな、大規模な軍だと言っただろう。大尉に聞け、ソルトフラッツの向こうから来たらしい。知ってるかも。
大尉？クーリ大尉、ダイヤモンドレイク基地の指揮官だ。ここだ。ラッセル伍長だ。開けてくれ。先入っちゃいましたね、今ね。報告しろ。大尉、奴を見つけました。バイクもまだ残ってて。逃がしたな。違います。いや、逃がしはしたんですが、レイジャーに出くわしたせいで。マリンズとフローレスは？フローレスは死にました。マリンズは現場に。わかった、伍長。燃料、遺体を処理するんだ。はい、わかりました。あの、この男に命を救われました。その礼に食事を出す約束をしたんですが。伍長、分かったから行け。名前は？ディーコン・セント・ジョンだ。デリック・クーリだ。どうした？疲れてるんだ。ずっと旅をしててな。新兵を探してるって聞いたが。興味あるのか？そろそろどこかに落ち着きたいと思ってたんだ。来い。で、ドリフター歴は？どうだったか。外だと時間の感覚がなくなる。じゃあ弾薬はどこで？装備も。馴染みのキャンプがいくつかあって、そこで賞金稼ぎをしてな。フリーか？人間？両方腕を買われたんだ。敵を追い詰めるのが得意でな。どのキャンプだ？場所は？フェアエルバレーの向こうだ。と言っても全滅して今はもうない。そのシルバーレイクが全滅した時いたんだってな。あれは地獄だったな。その時生存者は？止まるなよ、動け。おい、もっと早く走れるだろう。俺の死んだ婆さんの方が早いぞ。ほら、これを。民兵のクレジットだ。謝礼として渡す。キャンプの売店で使え。わかった。入隊したいなら待ってろ。これから任務に出る。一体何の任務だ？追跡が得意なんだろ？まあまあだ。俺たちは戦争中だ。お前に戦う覚悟はあるか？試してるつもりか？新兵を任命できるのは大佐だけだ。お前が役に立てば合わせてやろう。わかった。よし。そんなクソ野郎が持ってるのは俺の指輪だ。そうですね。皿から奪ったんだ。自分から渡すはずがないから奪われたに違いない。皿はここにいる。あの指輪はディーコンがさらに渡した指輪です。こいつ民兵じゃなさそうだ。とりあえず情報を聞いてみましょうか。いろいろね、集めてみましょう。おい、お前民兵には見えないな。まあな、ウェイド・テイラーだ。ウェイドでいいぜ。ディーコン・セント・ジョンだ。ところで、マジでディーコン・セント・ジョン？親父は牧師か何かか？違う。すげえ名前だな、そりゃ。それよりテイラー。なあ、見たかよ、ここすげえヤバくねえか。で、あんたも兵隊ごっこして銃ぶっ放してるな。どうだかな。それより、お前も外から来たばかりなんだろう。昨日な。そうか、大佐とやらに会うまでずっと待たされてんだ。仲間とはぐれちまってな。この辺りでこんな人を見なかったか。いや、でもイケてる姉ちゃんだ。くどきて。もう行かねえと。しらみかなんかの検査しろってさ。頑張れよ、ディーコン・セイントちゃん。すげえ名前だな。こいつダメだな。さらにビンタされたとしても忘れそうだ。いいやつですよね。この後も出てきますから彼は。それ
どこにいるんだ。さあではキャンプを探してみましょう。テントの中か。ここにいるのか。違うな、ここじゃない。子供の絵か。俺とさらに子供がいなくてよかった。こうやって失うのは。さあサラがいるかどうか、一個一個見て、回っていきましょう。診療所だ。よくなった。サラの経歴ならそこにいるかも。ああ、埋まってる埋まってる。ここにもいないな。怪我してますね。このお姉さん今埋まってたよね、頭が。よくなった。サラではなさそうです。さああっちのキャンプ行ってみましょう。きっとここだ。こらえ、サラ、ここにいるのか。くそ、いない。ああくそ、ここにはいない。仕方ないが、そんなに簡単に見つかるわけがないよな。セントジョン、聞こえるか。無線機を持っているそうだな。ああ、聞こえてるぞ。ゲートで会おう。わかった。とりあえずサラは見当たらないですね。新入り、私はエヴァ・バーグストーム、バージーって呼んでね。ディーコン・セントジョン、まあ、着いたばかりだ。よろしく、ディーコン・セントジョン。ここでは自分の仕事をしっかりやること。はい。わかった。はい、ママ。そしたらクーリ隊と一緒に、任務に出ましょう。まずは認めてもらわなきゃなりません。出発するぞ。来るか。いつでも行ける。かなり手を入れてるな。めっちゃ改造したから、まあね、初期のバイクよりかもう性能いいんじゃないの俺ね。最初にバラされちゃったやつ、かなり改造しましたよね。ああ、まあ走れるぞ。民兵になりたいなら証明してみろ。ついてくるんだ、セントジョン。あたりが焼け野原ですね。見てみて、ほら全部焼け野原。何があったのかは、ここで何が起きたんだ今話します。なんだか山火事の跡みたいだが、ね、切り株も焼け焦げてるようだし、木が切り倒されたのは山火事の前ってことか。鋭いな。デッドゾーンだ。バリケードように木を伐採して森を焼いた。基地から敵が襲ってくる前に探知できるよ。何？じゃあニュートやスウォーマーの巣にならないよう建物も焼き払うのか。フリーカーに詳しいな。言ったろ、長いこと外に身を置いてきた。でこれが作戦だって。民兵は何もかもを焼き尽くすっていうのか。これは戦争なんだ、セントジョン。勝つのに手段は選ばない。戦争？ああそうだ、分かるだろう。お前も外で戦ってきたんだ。奴らを止められるのは軍隊、俺たちだ。軍隊だけじゃ到底無理だぞ。策はある。入隊するまで機密だが、シルバーレイクのことを聞いていたが、人探しか。いや違う、そういうわけじゃない。その昔つるんでた連中があの辺りにいたんじゃないかと思ってな。誰かを追ってるのかと思った。賞金組とか。いや違う、まあ結構遠くまで追ったこともあるが、賞金組のためにここまでは来ないさ。着いたぞ。伍長、大尉が来た。終わりました。墓標を作ってやれ。了解。よし、ダイヤモンドレイクに戻れ。テイラーを大佐に会わせろ。はい。俺は1800に戻る。はい。軍隊式の時間だ、いい加減に覚えろ。すみません。さっさと行け。了解。何かあったか。あいつはバスケスはいつから民兵に。数週間前からだ。見てみろよ。
これは一体物資の調達中に襲撃されたりしたか。ああそうか、ここからは歩いていくぞ。なぜだ。バスケスの後を追うためだ。バイクじゃ追跡できない。ああ追跡慣れしてますね、さすがディーコン。さあどうする。雪が降ったから足跡は見つからないな。行こう、キャビンの中を見たい。よし、先に行け。というわけで、脱走兵を探す、ね、追いかけるお手伝いをします。犬のおもちゃピブーって。ちょっとアイテムをね、募集。さあ調べてみましょう。確か盗まれたのは食料や弾薬。そうだ。蛍光食だ。半分食べた形跡がある。どうやら奴は油断していたところを襲われたようだな。バイクはまだ表にある。ってことは裏から出てったんだ。待て、こっち。何かあったか。フェンスが切られてる。錆びてないな。最近切られた。ああそうだな、こっちだ。さあどんどん追っていきましょう。ここには。おいちょっと待て、見ろ、こっちだ。あとか。ああ運がいいな。運がいいな、これは。こっちだ。ちょっとずれたけど、これはきっとうんこですね。すいません、食事中の方失礼しました。うんこですね。おいちょっと待て。何か見つけたか。ああ薬莢だな、最近のものだ。やつはここで何か撃ったらしい。来い、こっちだ。うんこですねって。いや、やつのうんこではないですよ。消えろ、あっち行け。何をしてる。大きな声を出すのは危険だろ。まあ場合による。場合空腹。また来る、気をつけろ。あ、まだいた。なんでクリじゃなくてこっち。なぜこっちに来る。今のが最後だ。ああ向いてやれ。そのようだ、よくやった。これは普通の狼ですね。感染はしてない狼。そしてさて、こいつを調べてみよう。鹿を。やつは蛍光色だけじゃ不十分だったらしい。鹿を一発で撃ち抜いてる。銃声を聞いた狼が横取りしようとしたのか。ああ群れの残りは東の方から襲ってきたみたいだな。一頭を除いて残りはバスケスを追ったのか。おそらくな。よし、確かめるぞ。この辺りに狼が多いのか。感染してないやつってことな。ほぼ毎日目撃されてる。俺がガキの頃にはオレゴンに狼はいなかった。コヨーテなら少しいたが、狼はな、牧場や農場、製材会社が増えて絶滅寸前だった。今じゃそこら中にいるがな。狼ね、群れで行動をするから怖いんだよね。単体だったらね、虎とかね、ヒョウとかの方が怖いんでしょうけど、狼は群れで来るからね、それは恐ろしいもんです。やっぱ数ですよ。噛んじゃった。ちょっと待て。数ですよ、戦争は。バックパックだ。民兵のだ。狼に襲われたようだ。これを捨てて逃げようとしたのか。違うな、投げつけたんだ。尻餅をついて慌てて逃げようとしながら狼を撃って逃げた。2発だな。わかるのか。ああ。すげえな、ディーコンは探索のプロですね。さあ嫌な音がする。待て、伏せろ。はい。あれはネロの墓地か。これは俺の地図にはない。だがあちこちにある。ああ知らなかったからバスケスはここに来ちまったわけか。回っていこう。ああ異論はない。
ここに、墓地として死体がいっぱいあるので、それをこうアサリにフリーカーが集まってきてるんですね。死体を食ってるんですよね、これ。あいつら何でも食うこと分かってます。ったくもう、あいつらから逃げんのはいい加減うんざりする。ムレトの戦闘は前にある、止まらなきゃいい。民兵になるのなら任務を忘れるな。フリーカーとは戦わない。外にいたらフリーカーを殺すことは避けて通れないだろう。仕方ない、墓地から少し離れるか。寒いと奴らも数が増えるはずだしな。数キロ先でも死体の匂いを嗅ぎ取る。俺たちが森を焼くのはこういう墓地を見つけて死体を燃やし尽くすためでもある。そうか、まあそれはご苦労だな。この地域にある墓地だけでも相当な数だぞ。コツコツやるしかない。よし、次はこのまま東だ。赤い点が気持ち悪くなってきた。おい、道が見えるぞ。ちょっと待て。どう思う？他にも誰か追ってるか？いや、特に。うん。じゃあバスケスは死んでるか、仲間がいるかだ。見ろ、足跡がバイクで消されてるだろう。かなりの数だ。ふん。そうか、わかった、追ってみよう。寒いとフリーカーが増えるって？ああ、そうだ。寒さ、雪、雨、曇りでもな。お前はフリーカーに詳しいな。司令部の者も話を聞きたがるだろう。誰だ？入隊が決まったら大佐に聞け。なんか前にも聞いたな。大佐は厳しくてな、あまり期待させたくない。心配すんな、正直どうだ。おい待て、聞いたか？ああ、伐採作業場の方からだ。地図にあるか？ああ。それならバスケスも知ってるはずだ。行くぞ。バスケスがいたらどう動くんだ？奴は一人じゃない、足跡を見ればわかる。脱走兵への罰は何だ？公使兵だ、例外なくな。なぜ？つまりバスケスは見つかれば必ず抵抗する。確かどっちにしろ死ぬんですからね。抵抗するに決まってます。ヤツはいるか？ああ、あそこだ。どうやら新入りには気をつけた方が良さそうだな。あれはどう見ても仲間だ。ここで待とう、応援を呼ぶ。私に触るんじゃない！ いきないやつだな、おめえら。そうはいかねえよ。クソ、あいつなんだ。ああ、丸腰の女を襲うクズが嫌いなもんでな。これは命令だ。命令？俺は腕章をしてないってことは部下じゃないし、命令も受けない。リコの怒りに触れず、激凛に触れてしまいましたね。丸腰の女はね、暴力を振るってはいけないという彼のルールがあります。あ、向こうにいるな。あー、くそ、戦闘の敵が来る。片付ける。わかった、全員殺せば目撃者ゼロだ。小屋の守りは固いぞ。他の入り口はないか？戦いづれえな、ここ。狙いがつけづらい。当たってる。オッケー。おい、任せろ、スナイパー。あっと驚くスナイパー。あれか、うわ、うー、あったまっちゃうね。股間打ち、やったね。あ、どうも。どこに向かって撃ってんだ？
クーリーに対して撃ってる。あと 1? 当たってなさすぎでしょ。当たってな、あ、これがクーリーさん、これクーリーさん。どこ行った、撃った、後ろか。お前忍者、忍者かお前って。なんか奥にいなかったか今。クリアリングが甘いだけ、そうとも言う。本当にね、よく言うんだけど、クリアリングが普通の言葉なんだけど、今のが最後か。エッチに聞こえる人は本当に病院に行った方がいいですね。あんたの部下を探すぞ。バスケスは部下ではない、もう違う。じゃあ待ってろ、残党がいないか見張っててくれ。さ、バスティスがさっき、女の子を連れ込んでいました。どうなってるんでしょうか。よし、いいぞ、ここから入れば。ワクワクしますね。あ、股間をめった刺しにされてる。俺はただ助けに来ただけだ。あんたの助けなんかいらない。わかった、俺はこっちに行くから。連れ込んだ女が強かったみたいですね。近づくんじゃないよ。落ち着け、やつらの仲間じゃない。あんたが誰かなんてどうでもいい。わかった、落ち着け。めっちゃ気が強いやつだったみたいですね。人質が言えてない。バスティスさん、股間をめった刺しにされて絶命しておりました。何だったんだねこいつね。さあではクーリーさんのところに戻りましょう。何だったんだ。まあ、本当だよな、取り乱してたんだろ。バスケスは始末した、終わりだ。クーリー隊、いますか。ああ、いるぞ。着きました、メインゲートへ向かってます。そこにいてくれ、今行く。敵の状況は。敵はその制圧した。なあ、そこにいてくれ、すぐ向かう。行くぞ。バイクを持ってきました。歩きはきついと思って。よくやった。それで俺は合格か。合格？ずっと俺を見てたろ。この任務は入隊試験かと思ってな。いや、試験ではないが、見ての通り最近はろくな人材がいない。ああ、だから合格だ。ヤッホー。じゃあ大佐に会うか。ああ、そうだった、案内してくれ。ちょっと長くなっちゃいますけど、もう少しお付き合いください。それでセントジョン、昔はどこに所属してた。軍用の蛍光色を知ってた。敵の偵察方法もな。それに敵地への潜入も慣れてた。それでどこにいた。海軍か陸軍か。あんま知られたくないんだが、従軍経験があるってだけでいろんな奴から狙われる対象になっちまうからな。俺は陸軍だった。第10山岳師団、アフガニスタン中を回ったよ。それでそっちは。軍隊経験のある人間はすぐに分かる。部下の民兵は素人だが、あんたは違う。やはり鋭い。戦略空軍にいた10年。オレゴンにミサイル基地はないだろう。ここには休暇できていた。運が良くて衛星通信が死ぬ前は各所から情報を得られた。こっちもひどかった。ミシシッピ川より東は2日で開門。ここを知ってるか。ああ、
近くのフェアウェルって町の出身でな、別れって意味なんだが。おお、世界の終わりにふさわしい名前だな。ああ、本当だ。じゃあ来たことはあるか。あるな。ああ、何年か前に彼女と、いや嫁とハネムーンで来たんだ。嫁の写真はあるか。ケイリーという、結婚12年目だった。まあ昔の話だ。しばらく思い出パートが入ります。ねえ、これって立ち入り禁止ってことじゃないかな。ああ、俺らは気にしなくていい。字が読めないから。悪だからだ。あなただけでしょ。どうぞ。うん、はあ、もう私にも犯罪の片棒を担がせるなんて確かに悪だわ。言ったろ。まったく、いっつも巻き込んで怒ってごめんね。さっきのサラの顔見せてやりたかった。傑作だった。ああ、携帯を持ち歩くたちだったら写真を撮ってた。じゃあ今日だけは持ってなくてよかった。おいおい、またその話か。何よ、自分が言い出したんでしょ。もういい。時系列っていうか時間的に言えば、ジャケットがとても綺麗でノマドがついてないので結婚の前ですね。まあ見ればわかりますけども、あのプロポーズの前ということがわかります。それでどこ行くの。道に沿って歩けばいい。そう遠くない。徐々に思い出しているというよりもその場所その場所でのあったことを思い出してるんでしょうね。その時の思い出かな。お母さんが見たらなんて言うんだろう。こんな夜中に散歩なんて、しかも不良バイカーと。風邪ひくからセーター着なさいとか。だったらいいのに。というか俺たちのことは内緒にしないといけないんだろう。リーコン、それは昔の話でしょ。悪かったわ。別に責めちゃいないさ。俺だって親父には言ってないしな。もう亡くなってるからでしょ。まあそうだけどな。それはいいとして、クラブの人たちには言ったの。シアトル出身の素敵な女性と付き合ってるって。ねぐらにしてるストリップクラブの子じゃなくてね。おい、ちょっと待てよ。ストリップクラブには住んでるわけじゃないぞ。確かに永久メンバーズカードは持ってるが、ねぐらにはしてない。それにクラブの奴らにはもう言ってあるぞ。え、本当に。まあな。そんなに驚くことか。サラの博士号がセクシーだってよ。絶対嘘ね。しかしね、不良バイカーがこんなね、いつもならもうとっくに素敵な彼女を見つけるのも驚きですよね。もう明日も早く起きなきゃいけないのに。そうか。仕事はどうなんだ。いつもその話はしたがらないし。大したことじゃない。ただプロジェクトの視察でニューヨークから上層部の人たちが来てて、施設のトップは何も説明せずに新しい設備を導入するし。ふん、つついたら出てくるもんだな。ごめんね。本当に大丈夫だから。でも連れ出してくれてありがとうね。ああ、もちろんだ。サラの今のあの後ろ向きステップは超可愛いよね。ぴょんって手広げてぴょんと。ちょっと待って、大麻畑。まさか見せたかったのってこれ。なんだって。だってこれは大麻で、あれは灌漑システムでしょ。だったら大麻畑じゃない。ああ、ほんとだ。すごいな、大麻畑だ。大麻ですね。真夜中にこんなところに連れ出して、クラブの違法な大麻畑に連れてきたってわけ。ああ、そうだ、さすがだな。栽培についてアドバイスもらおうと思ったよ。サラは博士号を持った植物エキスパートだろ。もうリーコン。もう本当に見せたいのはこれじゃないでしょ。
当たり前だろ、この道の先だ、もう着く。薬はダメですよ、絶対。結構タイムリーな話題ですけども。毎回引っかかっちゃうんだろうな、私は。ね。すごい、ホダルが飛んでる。すごい。ねえ、あの月見てよ。すごく綺麗ね。あともう少しで着くぞ。ねえ、想像したことある？世界中で全ての明かりが同時に消えて、みんなが世界のありのままを見られたらって。ありのままって、薄気味悪い暗闇のことか？違う、月の光とか、ホタルとかよ。また引っかかっちゃった？いつもからかってばかりなんだから。いや、俺はいつでも真剣だぞ。嘘ばっかり。本当だ。ほら、それも嘘よ。前に私が一緒に住もうって言った時も冗談言ってはぐらかしたわよね。いや、冗談は言ってないぞ。聞こえないふりをしただけだ。全然違う。あの時の顔、見物だったわ。携帯で撮ったんだけど、どう？見る？勘弁してくれ。科学者だろ。論理的に話さないか？いいわ。私は同棲をしようって提案をしてみただけよ。一緒に過ごす時間が増えて次の段階に進めるって思ったから、論理的でしょ。俺だってサラの家に歯ブラシを置いてる。ああそうだった。ずいぶん勇気を出したもんね。おい、あの歯ブラシ結構高かったんだぞ。ほらまたふざけて。将来のことを話そうとするといつもはぐらかす。分かったよ。確かに話さないとな。今度ちゃんとしよう。でも今はちょっと忘れてくれ。見せたいものがある。いいか、ほら、これを店に連れてきたんだ。はあ、はあ、わあ、すごく綺麗。来てよかったろ。うん、本当に。なあ、聞きたいことがあるんだ。何？ディーコン。俺と。あなたと。その俺と。いいってことか。条件は二つ。なんだ。まず結婚式でバイクと同じくらい嫁を大切にするとか言わないこと。バイクが泣いちまうな。もう。で二つ目はずっと私と一緒にいること。ああ。ねえ、バイカーリングでプロポーズしたの？ああ、そうだな。でもしっかり受け取ったろ。かわいい。ちっちゃい牙で一生懸命チェーンに噛みついちゃって。ねえ、真の愛って意味なんだよ。犬のドクロだろ。そうそう。ねえ、この文字は何？なんだ、ラテン語は得意だろ。教えてよ。それはモリアル・インビクタス、うん、意味は死ぬまで屈しない。へえ、いいわね。本物の指輪も買ってくれるんだよね。あ、これも素敵だけど。もちろん。ただそれは俺のだからな。そう、渡すわけにはいかない。もっとシンプルなのがいいな。牙のないやつ。そうだな、わかった。ああ、もうごめん。気にすんな。仕事よ、出ないと。ああ。もしもし。ああ、大丈夫、すぐ行くわ。ええ、じゃあ。問題か？わからない、来てって言われて。行かなきゃ。今から行くのか、こんな時間なのに。本当にごめんなさい。今度埋め合わせするから。わかった、行こう。嫁の名前はベスだ。写真は持ってない。行くぞ。まあちょっとね、まだどういう状況か分かんないので今嘘をつきましたね。クーリタイが持ってるのはあの時渡したてか指輪ですね。なのにこの人が持ってるってことは何かあるはずです。さあ、今からですね、その民兵のボスが
タイですね、タイじゃない、タイサカがいるこのウィザー島っていうところに行きたいと思います。ということでね、長くなりますので今回はここまでにしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。